かできないじゃん。じゃあ、あれ言わないですか、自己紹介。タン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 。しません。しないんですか。しないんですか。カスミンとマユのコントとかやりたい。こんばんは。あ、なんか、なんかおる、なんかおる。どうだった？なんかおる。劇場のお化け。あんまり言ってくれるようになりました。こんばんは。なんでさ、横向かなかった。こんばんは。それさ、見てさ、ちょっと笑いそうになる。まあ、この子、件名わかんないからね。だから、ちょっと、どこ向くんだっけとなって、ちょっと困っちゃう。今日マジでさ、めっちゃメイク時間なかったからさ、めっちゃさ、すごい雑だよ。頑張ったけど、あがいてみたけど、これ、これで精一杯だった。え、意外と生首言うな。スクショして切り取られたら生首になっちゃう。回るところです。宇都宮の子だとか言われてる。でもね、わかんなかった。もっこしちゃんとかも王子様ね。うちが言ってたのは宇都宮じゃなくて宇治抹茶のことだった。え、待って宇治抹茶。宇治抹茶は京都だよ。ボケ始めてきた。間違えてましたよね。バレてんで。え、あとどこ間違えてました。バレてんで。うん、宇治抹茶でした。宇治抹茶でした。難しいですよ。待って、これ見てない。難しいですよ。でも、まあ、一日でやってくれてるし。本当に今日時間なかったね。そうだよね。昨日公園出た子が保護なんですけど、今日行った子はね。で、何味それ、ここちゃん。偉いよ、本当に。サオクリームわしだったら、逃亡してたかもしれない。待って、廊下じゃないわ、ここ。国外逃亡だよ。マさん、前、ポジションやってましたよね。私ね。それは、2日前ぐらいに言われてたから、それでもすごいですよね。マユですから。だって1週間前よ、僕たち覚え始めてるから。10日前ぐらい帰った。ケンもだって1週間前。ないのよ、まだ。チームないのよ、今。マジで入りたい。マジで、マセス面倒見良すぎる。そんなことはない。でも、マセスさん、マジでもう妹になりたいです。あ、そう、昨日前髪で、ね、巻いてない瞬間のやつ。これだけ。え、マジで、マユの妹になったら絶対怒られるからやだ。え、怒るんですか？怒るよ。めっちゃ怒る。やめとこう。めっちゃ怒ってるエピソードしか聞かない、妹に。え、でもこの前、何話そうかな。もうね、話すことないんだよね、別に。なんかあったねぐらいだけどさ、もう記憶ない。復活するまで行ってね。ね、黙らないでもらっていい？うん。え、かすみさん、いいですよ。お姉さんです。いや、まさ一応行けやったらマジ選んでくれ。まさ一応行けで卒業じゃ。まさ一応行けで卒業。じゃあそういうことですね。アショルームしてます。何公演やりたい？あ、そこは映んないです。やっぱリセットだよな。で、まだ何やりたいですか？リセットだよ。リセットめっちゃいいですね。これ全然机じゃないっす。やばい、映っちゃう。まあ、タピオカ待ちしてます。え、頼んだんですか？うん、頼んだよ。もう手遅れだよ。もう行っちゃったよ、マジかよ。買ってあげるって、いつでも。じゃあ私は集合時間が、私タピオカあんま好きじゃないから、多分遅かったら自分で買ってくるんですけど、ちょっと早すぎてちょっと買えない。ジュースもあんま好きじゃない。私ジュースは好きじゃない。ジュース大好き。ジュースは好きじゃないけど、タピオカ好き。お水かお茶か。紅茶。おしゃれドヤ顔で言ってきたんだけど、私に。やだ、2回公演なんでいいんですよ。だって何食べてもカロリー消費されるの。この前太田さんとご飯食べに行きました。行きました。え、何食べたの？え、それは言えないです。ちょっと言えない。なんでだよ。ちょっと言えないっす。それは言えないです。なんでだよ。え、あれ、タピオカ。タピオカ、植木さんに頼んだ。え、あっち植木さんに頼んだ。やばい、今さっき言ったじゃないですか。ショールームしてますって。ショールーム中。ラーメン食べるのいいな。でもラーメンとか久しく食べてない。え、でもエリちゃん昨日二郎系ラーメン食べてる。いつまんね、食べないとか言ってたのに。不安言うって。
だってハバユだってジロケラメンってもやし入ってんだもん。ちょっと待って、ちょっと。もやし入ってるから食べたい。いや、もうもやしだけでいいやん。もやしが食べたい。もやしが食べたいならナムル食べな。麺なし、もやしマシで。いや、見すぎたら感じ。麺なし、もやしマシマシで。下から見てこんなに可愛いのいいな。こっちちゃん。ウーロン茶、乾杯。助けてほしい。助けてほしいっす。かずみちゃんと目合ってる。え、合ってない、合ってないですよ。待ってます。二郎系ラーメン合ってないです。いや、だって二郎系ラーメンとか絶対は食べれない。えりこさん、今日間違えました。うん、うん、え、すごっ。なもう体に染みついちゃってるんだよな。やばいやばい、やばい。昨日あんなすぐ寝たからね。え、間違えてたからね。間違えてないもん。え、うち間違えたら消すから、記憶から。性別の感想飛ばないからね、これ。ここだよ。え、でも感想って、感想ってない。カラスの前です。あれ、カラスの前。え、飛ばないの、あれ、うん、後ろだけで。あれ飛べますよ。飛ぶよ。後ろは飛ぶの。後ろだけ飛ぶ。後ろだけ飛ぶの。待って待って、え、一回黙るの。いいな。2番の入り、どういう、どういう2番の入りやろ。そうだよ。2番飛ばない。うちこうやってやってた。2番の入り、2番の入りこうやろ。うん、2番すぐ誰だ。飛んでた。飛んでないよ。かずみじゃね。出てないか。もんちゃんじゃね。でもかすみでいいんじゃない。じゃあかすみにしよっか。2人飛んでた。絶対にでいいや。飛んでないって。飛んでるって言ってるやん。何声。かすみでいいじゃん。出てないんですよ。でも18期だと思います。そうね。うん、でも一個間違えたの。間違えてないって。寝るこうやって飲んでたよ。さて、今何時？バラエティ？今3時42。おお、3時42か。食べたことない。自分で喋ることなくなっちゃったよ。早すぎるよ。違うの、思いつかないの。もう頭回んなくて最近。でもドモンコンサートまだあと1週間だからな。バレンタインくれるんですか？バレンタイン作りたかったけどさ、もう作る元気もないね。そう。姉子みたいとか言われてる。やば。ジュカ会えますよね。ちなみに一番年上だよ。ジュカ会う？ポキちゃんの次ぐらい。え？ジュカ会わないよ。会わないか。うん。てかさ、今日のさ、公演メンバーの平均年齢めっちゃ若いんじゃない？え、違う、昨日の方が若いんだって。いつ？だって昨日私しか JK じゃない人いなかったんだよ。昨日私 JK に囲まれて公演してたの。なんでなんか落としてる。いや、ゆいちもいる。欲しいな。え、でも妹にあげるんですよね。横ひちゃんの方が年上だから。ほら、あげないよ。あげない。妹にあげて私にあげないんですか？ね、なんかあげないって妹に。何を？チョコです。チョコ？作んないからあげない。お姉ちゃんからもらおう。買ってあげるよ、チョコ。ないしょ。チョコじゃないもの欲しい。あげる。やった。え？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 何？え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 ？ココちゃんくれる？え、首振られちゃった。誰にならあげんの？クリームオニオンはあげるよ、だって。いや、言ってない言ってない。ちょっと苦笑いしてるからやめて。困らせないであげてよ、誕生日なんだから。コックのペースでチャンヒナってゴールまで走り抜けよ。お弁当作るらしいですよ。え、でもなんかチャンヒナこの前作ってなかった、なんか、うん、なんか作れるでしょ。カスミン作れんの？作れますよ。え、作ってよ。じゃあちょっと作ってもらう。待ってるから。え、だってもうあと2日とかで時間なくないですか？ない。なしてる時間がない。ちなみにないチョコ溶かしてる時間もない。ちなみに焼いてる時間がない。バスナギ、もう人生に時間がなさすぎる。じゃあバーも足して。いや本当にね。え、うちも映る。うちも映る。うちも映る。やば、何その格好。いや、仲はいいですよ、元から。ただなんか表だって仲いいのが見えてくるだけじゃない？どこが可愛くないっていうかと思う。ここ、ね、死ぬ。おもろい。みんなここじゃショールームしないの？家帰ったらすんの？今度絶対当日にしなよ。嫌なんだって。今日はちょっとやることあるらしいっす。ちょっとみんな期待だね。期待だよ、期待。シアタピューカ待ち。何の話すればいい？エリコ来たから。
さんの衣装が細かった話もしたじゃん。なんかね、そう細いんですけど、なんか隣に予備であの衣装用意されてました。同じ感じのやつね。結構エリコってうるさい、うるさいよって。そう、それで、まあ、まさか入らないと思わない。いや入ると思ってたけど、結構ねぴったりでしたね。W だ。そう、めっちゃぴったりだった。で、あ、そう、もうおまめめっちゃ送ったね、昨日めっちゃ送りましたから、おまめ購読者は見てください、見てください。ノモンコンサートの衣装教えてください。絶対教えませんよ、私まだフィッティングさえしてないんだから。本当に聞いてください。さっき登場したら、うん、最近痩せました。え、でもそんぐらい細いってことでしたら、ゆいりさん。でもなんかその骨格が違くて、私ゆいりさんと、ゆいりさんはいわゆる骨格ウェーブ、なんかアイちゃんとかと、だって軽蔑の風に間違えてたからだよ。軽蔑ですね。低電力モードですよ。何ですか、ここにちゃん誕生日がある。あ、間違えた、誕生日がある。え、そうなの、イエーイ、みんなの勝負おめでとう、ここにちゃん。ダメダメ、セブンティーン、セブンティーン。ちなみに私あのボイスメッセージで言われた、気づいたら過ぎてたの、日付真ん中にボイスメッセージ送った。え、シュック、え、まだ3時やん。え、でも今日早いですよ、寝る5時半やん。やば、寝る寝る寝るで持ってるやつおる、見て。え、もしかしてこれ寝る寝る配信ですか。寝って美味しい、寝る寝る、そうだよ、寝る寝る配信なんて。食べて、食べていいの。いや、私が食べる。え、ここねちゃんじゃなくて、私が食べる。え、私じゃなくてですか、なんでだよ。してやるよ。いや、いいです。なんで？ここ漏れない。全然漏れない、ここ。ここ漏れるよ。いいんだよ、漏れとか関係ないから。でもショールームに漏るとかないからね。え、じゃあラジオでいいじゃん。ラジオでいいじゃん。顔映さないとバンされちゃう。そうなんですか。そうだよ。僕、あ、そうだ、今日新曲の初披露日なんだ。ちゃんと今、私ツイートしたんで見てください、皆さん。え、なんか衣装噂によるとめっちゃ可愛らしいです。あやねさんはいらっしゃいならないですよ、まゆですよ。サムネ、サムネ撮ってる。やばい、サムネ、YouTuber のサムネ撮影見ちゃった。サムネ撮影してる、やばすぎ。え、なんかさ、今まゆが映ったのにさ、今一瞬あやねさん映ったって言われてた。あやねさんじゃないです。あやねさんではないっすね。共通点、出身地しかない。出身地と顔の小ささぐらい、身長も同じぐらい。そうだね、じゃあほぼ一緒だ。髪色が違うぐらい、髪色ちょっと違うぐらいかな。昨日は全然大丈夫ですよ。なんか言いたいことある？元気です。特にない。まゆちゃんが石あやねさんに見えた。わら。あ、折れてる。あやねさん。あやねさんか。次のハード一緒です。私あやねさんとみよんさん。出ます？絶対私2回ですよ。頑張りますね。次の日フェスです。21出る？ボコボコにしてやるよ。ボコボコにするね、じゃあ私も。なんでだよ。え、私も出るよ。私も出ますよ。ボコにしてやるよ。じゃ倒しちゃうね。そういう対戦よろしくお願いしますなんか。え、待って、みーおんさんも埼玉？もしかして。待って。私優勝したことあるから。埼玉だ。え、埼玉じゃん。私埼玉の2人に囲まれて。誰？みおんさんとあやねさんに波動する、一緒に波動。え、21出る？わかんない。次の日フェスなんです。でも私どあの波動の前にフリーレあるんです。予定がさありすぎて。え、わかるの。もうあのカレンダーに入れることすらもうやめた。え、もう私全部入れたらなんか16日パンクすることに気づいた。やばい、やばいっす。でもなんかあやねさんは最近なんかもうちょっと仲良くなりました。怖いよ。なんか年末ぐらいから仲良くなりました。知ってよ、甘いの食べたい。私も知ってよだわ。甘いの食べたい。なんかタピオカ飲むんだって。私はなんで、こうやって始まった。え、今何時、えりちゃん。49分。まだまだ。もうね、あの力尽きてまして、今筋肉痛になりそうなんですよ。ちょっと伸ばしちゃおう。やばい、初訪問なんでこんないんの。あ、セイナさんは元から結構お話はしますよ。でも
前のコンサートから結構話してることあったから全然ずっと前からえ、ねえ、あやねさんが仲いい後輩で私と眉をあげてたらしい。嬉しい嬉しい、おいしい、楽しい。わらこのさ、4公演ね、いいんですけど明日もなんかあるらしくて見たことあーやったー、ありがとうございます。わーわーい、うわうわうわ待って待って待って、ありがとうございます。あ、いいですよ全然。あ、お菓子でも買ってください。ピンクの衣装素敵でしたよ。え、じゃあもらっていい？あ、エイコにあげないお菓子でも買ってくださいぜひ。全然いいですよ。いいですよ。何？コニーでバカさんだ。いいですよ。コモチンさんじゃない？コモチンさん。温めてたお釣りもらった。なりたい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 。こことかを今から飲みます。イエーイ。来月で二十歳です私。ちゃんとお釣りもらいました。え、焼肉連れてってくれるんですか？いいよ。行こう。絶対そうだよ。行かないよ。行こうよ。いや、マサイさん家泊まりたい。え、マユン家行きたい。なんかエコにも言ってたじゃん。エコにも言ってたじゃん。それ。エコん家泊まるんでしょ。なんちゅう、なんちゅうみたい。違う。エリコンち泊まるんでしょ。なんちゅうだにゃん。今日のお便りは。お面倒目覚まってこんなにゃん。やばい、なんか決定戦の第90位になったんだけど、なにこれ。あんま分かってない。AKB48 初代モテクイーン決定戦チョコレートってこと90位らしい。お前はもう足元にも及ばねえって感じ。県外チョコギフトの順位らしい。へえ。マンゴートロピカル。じゃあさ、好きな肉は？タンタンタン。え、わかるわかる。え？甘め氷少なめです。ね。合いますよ。焼肉行くしかないです。本当に喋ってみて。本当にまだないです。ないの？ないとかなんの？え、ないですか？昨日は L サイズ飲んだんで、ちょっと今日は申し訳ない程度に M サイズにしました。ね、埼玉って何があるの？鳥、鳥、鳥。埼玉の鳥。え、エリちゃん何がある？埼玉？うん。うん、埼玉自分大阪何でもあるだろ、何でもあるだろ。神奈川県も何でもあるわ。聞いてねえよ。大谷は聞いてねえよ。やだ、なんかコメントしてよ、エリちゃん。コメントやだ。カズミは転勤だと言ったんですか？急に急にあんま攻撃してない、あんま言わない。埼玉ポテトしかないって本当ですか？だけど、え？違うよ。埼玉って鳥しかいないって本当？なんでだよ。埼玉って眉の家しかないって本当？なんでの？眉の家行きたい。眉の家行きたいです。うん、マジで汚いんだよね今。眉ちゃんの配信に来たもん映ってるわ。画面に。本当だ、ね、やばいって。気まずいって。もうちょっとこっちでやれってこと。映んないんだけど自分。いいえ、可愛くないっす。え、エリコさんのお家はどこにいるんですか？埼玉は10万石まんじゅう音符。両親に挨拶して、うん、見てもらいます。うん、エリコのパパめっちゃ料理うまいね。エリコのパパめっちゃいい人だよ。そうだよ。なんかめっちゃ何でも用意してくれた。そうだよ。マジで。え、エリちゃん後で食べようよ。あ、食べよう。だから、寂しくなったらおいで。え、カスカベなんですか？
どこだよ。どういうこと？カスカベ、埼玉カスカベしかないってこと？海水浴場あります？カスカベ海水浴場。どこそれ？あ、海ないっす。あ、ないんだ。誰がついてる？埼玉って海ないの？大阪にあるよ。淀川？大阪湾があるよ。淀川。ごめん、神奈川県も海あるよ。何でもある神奈川県。埼玉にハピネスがあります。ゆかるんさんじゃなくて。あります。埼玉に観光しに来てる人見たことない。川越じゃない？ああ。川越はなんかちょっと時間ある一日で行くみたいなのありそう。鎌倉はどこでしたっけ？神奈川県。神奈川県です。有名ですよ。はい、江ノ島もあるよ。帰るわ。江ノ島は庭っす。庭じゃないけど庭です。庭じゃないけど全然。江ノ島が庭。全然実家とかじゃないけど、うん、大分はめっちゃ温泉あります。別府温泉。別府温泉行きたい。行きたい行きたい。そんなに行きたくないです。え、温泉好きだよ、めっちゃ。じゃあ、泊まるのはかすみんちで。あ、いいですよ。旅費浮かそう。実家だったらいいですよ。実家行く？実家、広いんだよ。うん。どのぐらい広いの？東京ドーム何個分？かすみん子は行きますね。やば、でかくちやろ。東京ドームってそんなでかくないんですよ。うん、わかんない。面積的にはなんだ。うち大分の大銀ドームがでかいです。え、そうなの？っていう聞いたことある。嘘かも。じゃあそこでライブしよう。ありだな。嘘かも。え、かすみんちでライブしたい。それはそう。自分なくないですか、それ。最近占いでね、占いみんな好きじゃん。なんで？なんで？え、なんかこの前もなんか原宿行きませんとか言ってし、なんか占いもしたいとか言い出して。え、どうだった？え、これからって言われました。これから。そりゃそうだよ、人生はこれからの。これからいいことがある。当たり前やろ。5月27日がいいって言われました。5月27日からいいことが起こる。えりちゃん今の LINE 見せて。めっちゃ楽しみ。本当かよ。いや、マジです。これは信じてないんですから。チンタに言っとこう。自分次第で結局。で、波動優勝したら行ったことない場所がいいな。福岡行ったことある。でも飛行機で福岡しか行ったことない県。神奈川じゃないや。なんか行ったことある県マジ少ないかも。神奈川、神奈川、静岡、岐阜、名古屋、京都、大阪。京都、まゆちゃんの配信はあの10分に1回しかない。福岡、東京、千葉、栃木、みんなが埼玉、まゆちゃんのため息とかを聞きに来て、山梨、あとどこだろう。あとどこだろうかな。長野。じゃあ私がバーツ長野行けば。かな。頼んだ。名古屋って愛知です。知ってます。めっちゃ名古屋が出てきた。行ったのが名古屋だった。一番遠いの福岡かな。なんか修学旅行なくなっちゃったから北海道行ったことなくて、行く予定だったんです。本当は本当は行く予定でした。エリコにはエリコには茨城はないかも。エリコさんにコメント1個ないです。違うよ。エリコに弟子入りしてるんでしょ。してないだろ。してないです。なんでポスト橋本って言ってたじゃん。この前神奈川県には町田市はないです。残念ながら。その場だけだよ。町田は東京です。みんなに言ってるってこと。待てよ。言ってないですよ。だってくどかすみんなに言ってるから。くどかすって言われてるんですけど。嫌だよね。全然。くどかすってだってちょっと可愛くないもん。くどかすっていう人に謝ってください。確かに。
ね、かすみ草って呼んでもいい。ネーミングセンス。ベリちゃんの座を狙ってる。当たり前じゃないですか。やったーやったー。やったーのー。どういうことですか。町田は飛び地じゃない割と。くどみんってめっちゃ可愛くないですか。なんか可愛くない。神奈川にここ入ってるけど。でも東京じゃん。場所は東京だよ。読売ランドもだって東京じゃん。確か。待って。さっき嘘そうって来てる。そういう会話ないんですかここで。さっき嘘そうって来てる。私は神奈川県民です。もう今度。5月27日からだ。占い信じてる人ちょっと怖いんだけど将来横浜地下鉄あるでしょ俺は向こう側か遊園が好きなんか靴強いなそう稲城と川崎両方ですね神奈川県はパシフィコねなるほどね初見無足初見じゃないな初見のマッチ聞いてよ、友達さんに聞いてよ。催眠術かかったことないです。お疲れ様です。黒猫。猫が喋った。日吉。日吉一回ぐらいしか行ったことないかも。武蔵中原。うん。私意外と駅覚えてんですよ。新百合ヶ丘日吉分け あなた雪の城見た方がいいよねえやめないでしょポテトカスミン睡眠術にかからないです絶対嫌だかかりたくない私ねもう飲み終わっちゃうんだけど初見が L サイズにするべきだったえ、すごかったかもサウジアラビア語でとても美しい最愛の人なんで行ったの覚えてないけどご飯食べに行ったかもなんかのね、横浜行くのになんで私にみんな聞くの私神奈川県の観光地知らないよ行かないからマジで本当にセンキタ、センナンはブルーラインか私意外と行って意外と駅の名前わかるから自分が一番笑ってる、ね、そう自分が住んでる場所じゃなくてもわかるんで分かっちゃうんでやっぱなんかこの間入ってのがちょっと腹立つかも。ん？何？ミラーボール。どこだろうね。マジで私当てられても答えてないから分かられてないけど本当にどこに住んでるか分かられてないです一番多分。婚約したみたいな。まさにちゃん次に行くんだって。グリーンラインじゃないみたいな。当てようとしないでください。本当当てちゃダメですよ。当たんないけど絶対公演中に飲みたいからさちょっと南足からうん飲んじゃったじゃんこんなに住所不定にしとくやばいなんか手めっちゃ乾燥してるんだけど日産スタジアムうん私の家の場所みんな知ってるよメンバーは。すごいアラビア語だ。マンゴー。私アラビア語する。私さすぐ飲んじゃうんだよね。私の顔さアラビア系の人が。やるの言ったな。行きたい。オファー来ないっす。譲らないですよどこに住んでるかぐらい話さないなんか帰る時とかやだ絶対やだまあどこかで知って見かけてもそっとするんですよ皆さんついてちゃダメですからねペコちゃんですそんな感じですねでもなんかさ、だいたいさコンサートの帰りとか
ファンの皆さんにお会いしちゃう。なんか見た私、うん、まあいろいろ驚いたことありますよ。カツミンエキゾチックだもんね。どういうことですか。なんかあるじゃん、話しかけて良さそうな時と良くない時。なんか明らかに私が普通に友達と一緒にいる時とかはちょっとさすがにあいるなぐらいでちょっと遠慮で、明らかに隣がなんか何ひななさんとかまあ言うとかだったらまださまだいいけど、明らかに友達とかだったらちょっとあの遠慮でお願いします。さすがにね、私も観光地じゃなかったらちょっと遠慮で全部なんか乗り換えでバッタリやった。みんなグラビアグラビアうるさい。 AKB の衣装着てるのとグラビアの衣装着てるのどっちが好きなの。投票しました。投票やめてやめて、分かっちゃうからそれ。多分気づかん、あんまり気づかれないかも。そっちの方が嬉しいかも。なんかほら、だって一回ひななさんと浅草行ったら、なんかひななひななないたよねみたいに言われたって言われました。ひななさんサウジアラビア、もしはバレないかも基本。ちょっと空気になるから。松たか伝道、私多分みんなさんが行くのとか行かないんじゃない、わかんないけど、僕普段別にそんな遠出もしないし。なんか気づいたら、なんか電車乗ってる時とかも気づかなくない？そうね、秋葉原とかには別にね行かないし。でも私マジでこのまんま歩いてる時とかあるから、ちょっと帽子かぶれよって話なんですけど。でもたまに妙に目合う人がいるなとか思ったりするけど、大体気のせいで終わる。ホノルルはハワイって。私唯一の陽キャなの。陽キャじゃないよ、別に普通キャだよ。題名じゃね。私がホノルルって言ってるから。あ、そういうこと。私普通キャなんで。普通キャって何。普通です。普通キャって初めて聞いた。普通のキャラ。仕事先にどういうこと？あ、そういうことね、理解した。じゃあ違うコメント書いていい？いいよ。なんて書いてくれるの？マサイマユが普通ですね、普通キャって言う。笑顔がとても柔らかい。でも心が一番温かくて。何が何の話？マサイはポテト、マサイはマサイはポテトと私どっちが好きなんだい。ポテトだろ。まるでポテトみたいな。ポテト嬉しくねえよ。パワー。待って待って、エリコ大丈夫？これが待って、今日のエリコやばいかも。コメント、え、普通キャって言わない？エリコメント、コメ、あ、でも私あるわ、声かけられたこと。でも普通にみんなとリハ終わりにみんなといた誰の時にあの声かけられたけど、私のでしょ。女の子に声かけてもらったけど、めっちゃすっぴんだったからめっちゃ申し訳なかった。テンパったし。私だ。え？なんで？なんて書いた？何書いた？じゃあなんで？なんでそんな確信に迫れるの？確かに。で今何時？私たちは10代に出したいかも。じゃああと2年です。2年っす。もう19になるから1年と2ヶ月ぐらいの間に。おお。え、19なんないでしょ、まだなるか。うん、来月の。え、でもまさにポテト食べるのに全然と肌荒れないんですね。確かに、まあ、選ばれし人間なのよ。だまりな。ポテトに選ばれたのよ、私っていうものは。すぐ食べたらすぐできちゃう。私もマジなりやすい。でもなんか、肌はちゃんと気使ってる。ちゃんと保湿はされるんです。やば、もうすぐ20歳。かすみ、17期で一番話しやすい先輩誰ですか、だそうです。ファンの人から。誰やろ、マジゼラキさんみんな話しやすい。本当にみんなとかじゃなくていいよ。全然別にみんなとか言わなくていいよ、こういう時に。ね、
面倒くさい。そうやな。え、エリコ泣いた。全部聞こえてる。ねえ、おもろい。エリちゃんってめっちゃ可愛いんですよ、18禁。そうだよ。マラ。お前らさ。ガチで怖いです。お前らの先輩のエリコだよ。エリコ、夜怖いお前にメンブレ。おい、どの位置立ってんだよ。おリップ塗ってくれよ。え、歯磨きじゃなくて。さっき誰だっけ歯磨きしてて、あ、コシちゃんだ。眠くなってきちゃった。もうなんか一回寝る。え、ゲームした。じゃあモカに言って、絶対モカにいいなよ。モカしたいの。え、買ってよ誰か。つもり、え、ゲーム何してんの。いつもえ、マジだ、ゲームとかしてます。そうなんだ。え、マジ結構ゲーム好きなんですか。どういう感じ。なんか友達とか。一人で。だからマジでみんなとしたいんですよ、ね、やば、桃鉄この前初めてやった。でも持ってない。持ってない。ゼラチンシーダンとしたら一番いいよ。75位まで上がった。ありがとうございますね。そろそろ終わろうかな。え、なんかさ、これ絶対なんかそのこの巨大なの絶対タワーでしょこれ。違う？何これ。全然何も気づいてないけど私。え、違うの、なんかスーみたいな。あ、寝た。もしかして寝落ち配信バンされますよ。熊タワーなの。やっぱ誰ですか。え、待ってください。誰ですか。誰がの誰ですか。熊タワー誰が送ってくれた。スキタワーす。 お名前を名乗ってください。お願いします。え、うちの霞は悲しいかな、友達が少ない。ねえ、ね、値段とかいいんで、あの誰が送ったかお願いします。友達じゃあなってあげる。転校してから誰ともしゃべってくれる。1位の方。それな、一緒でもなってあげる。ビビビビさんだ。ありがとうございます。クマタワー。ビビビビペペさん。ビビペペさんだって。あの、私ね、あのみんな落ちてる場所にいないんですよ、残念ながら。ありがとうございます。なんで橋本チーム A は、ね、橋本チーム A は、チーム A っぽくなくないですか。私でスマイル。さてさて、もうすぐ終わろうかな。夜公演控えてるんで、ちょっとメイク直してきます。あんま崩れてないし、髪の毛も別に。キャプテンになるの、チーム A の。ならない。え、ならないの。なんでですか。なんでかっていうと、喋れないから。喋れない。明日何時に起きればいいんだろう。明日昼まで寝たいな。この終わりには配信しません、絶対。寝ます。明日一件ですか。明後日一件。何するんですか。コッコン、でもコッコンの誕生日。あ、じゃあケーキ食べれんじゃん。そう、バレンタインとか。バレンタイン、バレンタイン、バレンタイン、バレンタイン。ということで、あのランキング読んでいいですか、急にですけど。そろそろ終わんないとさ。ダメでしょ。やった。もう終わろうかな。もうスクショタイムさっきしました。あ、さっきスクショしましたよね皆さん。お願いだから、お願いだから、さっきスクショしたって言って。いや、してないわ。ちょっとなんか、じゃあちょっと終わりで、それは終わるわ。終わろう。ランキング読みますね。早っ。これからですよ。これからですよ、だって。何がこれからなの？帰んの？じゃあランキング読みます。次間違えないで。13位。皆さん、
13位丸見龍介さんありがとうございます。12位ケロさんありがとうございます。11位大輔さんありがとうございます。10位翼欲しいさんありがとうございます。9位できないすいません、カズヤさんありがとうございます。8位にゃんほそさんありがとうございます。7位あゆちゃんありがとうございます。6位えいちゃさんありがとうございます。5位パレスさんありがとうございます。4位ドラちゃんありがとうございます。3位ひろきさんありがとうございます。2位たけしさんありがとうございます。そして1位がビビベベさんありがとうございます。くまくまだってありがとうございます。ちょっと公演なので公演に備えていきたいと思います。ありがとうございました。またツイートしますね。今日なんかさ、めっちゃ全然時間なかったからちょっとすごいメイク雑なんですけど、まあいいだろうということで、バイバーイ、ありがとうございました。またねー。